今日はこれから高速で秦野に帰ります。私の実家に伺います。結婚のご報告ですという回です。美味しくいただきます。この庭の2点ですね。はい、おはようございます。行ってきます。 Thank you。 バカ丸だし誰がバカや。一言も喋ってないやつ。二人座ってもいいし、そっちに、座ってもいいし。どこで会ったんだ。お父さん、京本政樹にも会ったよ。写真撮った。なんか見たことあるんですか。そんな気がしたな。くって言ってたの、まだ行ってんのかって言ったら、今行ってない。仙台でいる。仙台かどっかでいるって言ったよ。あれ、廃棄物で市役所で引き取ってくれるって言ったら。無料なの。無料なんです。無料、いいな。前は有料でさ、小田原へ改正の方へ俺持ってったの、こういうの。だって3000いくら。あと飲み物がね。お酒飲む人？お酒いただいていいんでしょうか？いいんです。じゃあ少し。うん、あのね、そんな。いいです。お願いします。いいですか？頼んじゃって。影響がないんで、ね、頼みますが。頼みます。じゃあ買ってくるかって言うんだよ。いや別に、なんか欲しいのある？ん？お父さんもうレモンサワー専門だからね。あんた買ってない。今でも買うのはいい。俺がサクッと買ってくる。うん、サクッと買ってきな。それで欲しいものも、一緒に行きな。一緒に行ってきて。なんか買ってこようか。あ、大丈夫。でもこの間より全然緊張感ない。じゃあ私、じゃあ帰る。私から言っていいですか。はい。結婚しましたっつって。ああ。結婚の件は、じゃあ結婚しましたっていうか。しましたっていうか、しましたって。結婚プロポーズしました。そうだね。そうだね。今回はそのご報告に。ないけど。そんなことはもう私は言わないけど。言わない。私は言わない。じゃあ私が言うよ。ふつつかなものですがって。うんうんうん。使いたいもん。お父さんね。うんうん。ほろ酔い何だった？ほろ酔いなんとかサワーって感じだったかな。白いサワーかな、うん、白い感じだった。あ、じゃあどうしよう。でも私ビール1本でもいっぱいになりそう。でもほろ酔いも飲みたい。せっかく買ってきてくださったから。はーい。はい。日本酒飲んでたんだよ。そんなとこあったっけ。長かったっけ。どこだっけ。なんだっけ。うまそう。
美味しそうだ。その刺身も小田原で買ってきたかやつだから。じゃあうまい。うまいよそれ。冷凍しといて解凍したの。では。はい。はい、じゃあ乾杯。乾杯。今年よろしくお願いします。どうぞ取って取って。取って彼女とお正月迎えるとは想像も去年はしてなかったけどな。じゃあ先日あのプロポーズしました。あ、そう、結婚することになりました。おめでとうございます。よろしくお願いします。しましたね。よかったじゃん。すごいさっぱりです。だめだなんで、なんで、よろしくお願いします。こっちの方がね、もう始めたいです。なので、いいんじゃないの、お互いに良ければ、うん、なので慌てないでゆっくりでいいんだよ。ゆっくり、うん、あ、どうぞどうぞ。ありがとうございます。そしてできることからってさ、ね、どんなのがあったら言ってねって感じ。最近はですね、ネット社会で、その、食べ物の、お正月だけ、しがれりさん。いや、こぼしちゃったわよ、私。はい、すいませんね。いつも私が。立てとこう。ね。そうか、向こう行ってないのか、まだ。あ、でも結婚するってことはいい。ああ。いつしたの？同じの誕生日前は。あ、20日です。ああ、そういうこと。19。これ寿司飯だからな。それ寿司飯だけど。寿司飯だよ、普通に。日本酒にしますか？日本酒します。はい、はい、はい、はい。飲んでて。肌温もって書いてある。そうなんですよ。あ、そう。そこから。うん、肌の唯一の酒蔵と書いてあるから、かわいいし、日本酒って日本酒らしいっていうか、うん、重厚な感じしますね。俺のお父さん、おじいさんなんか一晩で一升さ、夕飯時に開けるようなタイプだったよ。昼から飲んでるような。そうそうそう、すごかったもん。なんでなんですか。わかんないけど、あれ寒さしのぐのもあんだろうし、温めるため。今一応置いてあります。用飲みは飲んで、はい、って感じかな。わかりました。いっぱい飲んで、じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。ゆっくりね。アメプロンか。これエプロン。家族写真忘れましたね。明日の朝撮る？明日の朝撮りましょうか。やっぱ家族写真撮りたい？記念に撮っときたいけど。ね。わ、お寿司のとこで撮ればよかったね。まあ。でも最初に写真撮りましょうとは言えないな。大丈夫でしたでしょうか？うん、あとなんか失敗したなって思ってる点を一個挙げるとすると。ね。なんかいいところとかもっと言えば。いらないですよ。いや、基本中の基本ですよ。いえいえ、お疲れ様でございました。はい、気を張って。お母さんもすごい、あのお皿洗ってる時喋れたし。先生、変わらずペース変わらず。どうぞ。いやいや、いいですよ。もう飲む気には。ありがとうございます。早い。一気に飲みました。似合ってました。何を？嫁が似合ってました。似合ってた。気配りというか、どういうこと？てか、お手伝いとかの感じか。でもまあ、この結婚の決め手の一つとしてやっぱりここをすっと想像できるかっていうのはあると思うんですよ。うん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 。
何も言ってないけれども、うん、例のリズムに入ってこれるかっていう、うん、好きなだけじゃん。それはそうです。違和感あったらなんとなくこう通りに行きましたね。お母さん若いかな。若いなんか、うん、見た目はもうすでに若いじゃん。お肌もツルツルだしヨボヨボじゃないじゃん。どう見たってまあね、老け込んでるわけじゃん、うん、全く。いやいや、でもずっと韓国ドラマ見てるだけよ。いいじゃん、超幸せじゃん。自分だって愛の不時着見てるでしょ。最高でしょ。ということで本日の新郎両親顔合わせ結婚報告は大成功なり。いいの、それ使えるの。うん、使えるでしょ。ああ、そう、すごいね。すごい、すごいねじゃない。今俺が滑ったみたいになってる。いや、滑った。滑ってるとかじゃないだろ。結婚報告だっつってるのに滑ってるとかないだろ。常にそういう基準で動かれてるのかなと思ってたんで。バカロ何言ってんの。え、だって芸人さん。その大会で芸人。青春を感じます。いいじゃないですか。写真機能ですね。さっきの。合唱コンで優勝した時。真ん中です。ちっちゃい？ちっちゃいね。ねえ。子供。でも顔はやっぱり。こう足速そうでしょ。うん。伊藤純也でしょ。ほぼ伊藤純也。この足の速そうな顔。怖いね。これしんどい。ちょっと待って。この時はこんな感じでした。めっちゃ腰パンやん。腰パンやね。まあやってたもんね。まだ腰パンが抜けてませんが、当時から二人でふざけてたんです。本当だね。あ、見た。ん？すべてに関して疲れた。今日はこれで終わり。疲れた。それに対して。